吉田正尚、子供の頃からこんな可愛いハイウエストだった。え、もう吉田正尚やん。これ可愛すぎるな。小学生の早いうちから野球始める子、ハイウエストになりがち。ブレない強さをひしひしと感じる。この時に指名できていれば、この時からズボンキャンキャンにしてたん。仕草が変わらんな、小さい正尚や。この仕草は正尚やな。吉田正尚って小学生の夢メジャーリーガーやったらしい。卒業文集に、僕の将来の夢は大リーガーです、と書いてたらしい。身体の半分足になってるくらいキャンキャンに上げてて可愛い。ハイウエストにすればするほど打率が上がる男。吉田選手を試合で見るたびに、ほぼ毎回イヤホンとすんごい揚げパンやなぁと思う。松井秀喜も超ハイウエストだったな。まさたか。素敵やん。吉田嫌いな人いない説をしたい。力を求める限り、幾多の困難乗り越え前人未到の境地、たどり着く男の名は？首ら辺にベルト巻いてたら打率9割くらいいくんちゃう？ワイが同じ格好したら絶対ダサい言われる。ベルトがオーバーオールぐらいの高さになった時、吉田は完全体になる。吉田のシャツめっちゃ入れてる感じが好きなんよね。孫正義の、生え際が後退しているのではなく、自分が前進しているのだ、と同じ理論。ぶっちゃけ、ダボダボに来てる選手より、吉田の着こなしがいっちゃんかっこいい。吉田には感謝してる、俺に腰パンはダサいと教えてくれた男。歯の白さの歴史も気になる。そのうちベルトの高さがボールになるかも。重力にすら逆らう男、吉田。足を長く見せようとしてる説。俺も野球してたけどハイウエストやったな。体幹締まるからインパクトの瞬間力入れやすいのよね。吉田選手の場合はわからへんけど、ベルトの位置がエビスさんぐらいまで行く頃には MLB でホームラン王取るかもしれへん。